はい、こんにちは。はい、トモです。マキです。ですね、はい、ソナーがもう言ってる間に早いもので、うん、小学校に入学ですよ。そうだね、1年生に、はい、なります。ちょっとまあソナーと前にイケアに来た時に、まあ僕たちがこの子供机チックでいいんじゃないかと、アニメとかじゃなくて、そうだ、ね、かっこよく行きたいから、でソナーに相談して、アニメとかの机がいいんだったらそれでもいいし、パパプレゼンツのかっこいいバージョンもう一つありだから、ちょっと日にちかけて考えてみなと、でこの間喋ってたら、どっちが決まったって言ったら、もう日にちが経てば経つほどあのかっこいい方にしたいと思ったよって言ってたのよ ね、 今の撮影部屋をソナの小学生モードの部屋に改造してプレゼントしたいなと、はい、ということで今からIKEAでちょっとその机とか棚とか見ながら、ついでにマキさんが欲しいものも見てくださいね。はい、わ、はい、かりました。行きます。行ってきます。はい、ということで行ってみよう。空から始まるよ。あれ？なんか鳥がいてる隣の車。買ったんじゃない？イケアで。うん。イケア鳥売ってるんだ。売ってる売ってる。今日あったかくない？あったかいよね。とにかくちょっと時間ないのでまたパパパパッと買っちゃいましょう。そうね。食器棚の動画がもう出てるかわからないですが、ちょっとイケアの。最近ね、いいものこだわり抜いたらめっちゃいい家具売ってるよね。そうそうそう、あの食器棚めっちゃかっこいいよね。あんまり買ったことなかったよね、今まで。うん、こちらです。そう、これこれかっこ、コーナーにバチンと置いて、モニターかパソコン置いてあげて、で、これ使う、うん、これもこれブラックブラウン、え、ちょっと待って、あれ、こう表現付き、え、あら、あかんやん。サプライズも何も、サプライズも何も、サプライズも何も、あら、もう聞いてみる。うん、あー、やってしまった。そなから、店員さんなんて、人気すぎてなくて3月になるかもって、まだ、そう、あ、ちょっと待って、これ今大阪店だから、兵庫店にあるか調べるわ。うん、神戸店、神戸、ちょっと待ってね。うん、そなから、はい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 、はい、あった、神戸店にあった、神戸店にありました。はい、行くよ。神戸店行こう。神戸店行こう。神戸店、神戸店行こう。神戸店へ。突き飛ばし。はい。これ中身一緒だからね。まさか神戸店と思わないかもしれないけど、神戸店に着きました。40分かけて。到着しまして、ちょっと机。売り切れたらどうしよう。どうしよう。どうしよう。あるかな。見つかります。どこかな、怪しい怪しい。あ、待ってる待ってる、いたいたいた、いたいたいた。さっきの棚もう控えてるよね。控えた。椅子見よう、椅子、あ、これ椅子いっぱい。これ欲しいって言ってた。え、なんで、なんか動画で見てこれ欲しいって言ってた。そうなの、うん、じゃあそれ買ってあげる。コロコロがついてて背もたれがついてるやつがいい。どの辺かな。肘置きも欲しいね。この辺、あ、この辺とか。どうやろ。でもね、子供ってあんまそういうのやったらガラングラングラングランするの。なんかちょっとなんかバー、バー、バーみたいな。あ、あれはあれは、まっすぐ行ったら白い白いやつ。これ、うん、硬い、硬い、硬い。あっちは程よく硬くて、程よく背もたれの硬さ。ああ、いい感じ、いい感じ。うん、これいいんじゃない。これにしよう。よし、おやすみ。これにしよう。 OK、 じゃあ次はあなたの欲しいもの。これどう？組み立てよりも子供部屋に。うん、いいね。服をあえて明るくしてあげる、白で。今まで結構シック系できたから。そうね。行きましょう、これで。これで行きましょう、はい、はい。次は何見てるんですか？あの、その釣りの電気をさ、変えてあげようかなと思って。あれ明るくしたらいいんかな。うん、あれ明るくしよう。電球を変えて。ほんまやほんまや。うん。超おしゃれやな。これ、えらい気に入ってんね。これなかなかの値段するね。すっごい便利。スピーカーにもなるやつね。明かりも色変えれると。ある？わざわざ机ミッケ、それそれそれ、最後の一個ちゃうから。えぇ、ほら最後の一個やん、ブラックブラウン。危ない危ない危ない。え、これ重ない？うわ、大変それ。え、重くない？これこれ重くない？ちょっと私も手伝います。はい、どう？重い？重いね。軽い？どっち？こんなん車に乗せれる自信もないわ。ああ、乗ったかよ乗ったかよ乗ったかよ。頑張って。ああ。はい、レッツゴー。そなから。全然あった。
ってなさすぎるな。ひとまず大きな荷物は出しました。来てみな。はい。ストップ。はい。座ってみ。いいでしょ。社長じゃんもう。社長。逆に一番上まで行ったら、肘が入るから。うん。どう？これだったら高さはどう？いい感じ。いい感じ。社長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 やな。これどう、うん、紹介してパッと、うん、ちょっと早めにやるよ。早めにね。ここが自由ガチョウ。自由ガチョウ。でこれが、うん、あのなんかお勉強、うん、とかね。で、うん、あ、いろいろ入れてるのね。で、うん、なるほど。でパソコンもできて、配信もすぐにできると。家の配信もすぐできますと。で体の様子もいつも見れて、テレビも見れて、パソコンもつなぎれるモニターもあって、これがひな人形をこう洋風にアレンジしてひな人形洋風にアレンジしてね。え、握り寿司なんでなんでプリンセスと。あ、プリンセス。まあまだ飾るものは決まってないから。そうそうそう。でも広くなったし、カラもちゃんとトイレ分かってるし。スパキちゃんもう疲労困憊やわ、もう。うん、いいねこれ。うちの社長室です。ありがとう。だってこれさ、うん、始まって、そうね、今夕方5時よ。ということは9時間ぶっ通しで。もう腰やばい。やばいね。まあでもこの部屋よく変わるね。かなり変わる、ね、あの YouTube 初期から見てもらってる方は、和室だったからね。和室だったからね、うん、その時代から知ってる方はなかなかです。そうね。まあとりあえずはこれで小学校生活を最初はこれでスタートしたいと思います。はい、来週ここにランドセルがかかります。あ、そうそう、そこにねランドセルがかかりますから。はい、さださん、しっかりと勉強頑張ってください。はい、はい、ということで、ランドセルも来たんだよね。そう、いいね。赤で、赤で可愛い、ね、別で紹介してるんだよね。そう、いいね。カメリア、大きいモニターとパソコン2台にマルチだね。うん、さださんは塗り絵印刷してやったりしてるんだよね。そう、だから今塗り絵これ。小学校上がっても頑張ってね。うん、期待してるよ。うん。あれ好きだ。